高身長イケメン、せめて2億円の負債から人生を始めてほしい。どうっす。はい、今日はユニクロプラス JW アンダーソンのアイテムを買ってきたので、そちらをアイテムを紹介していこうと思います。マジでね、結構渋いものがね見つかったんで、お買い物の参考にしていただければ幸いでございます。ってことで本編参りましょうか。領域展開じゃんじゃん。はい、今回買ってきたアイテムが1点だけでして、こちらがこれです。スウェットシャツ長袖でございます。こちらのロゴがすごく印象的なスウェットでして、このスウェット、購入前レビューではここのロゴが、プリントかなと思ってんけど、よう見たらさ、ほら生地がねパッチワークみたいな感じで上から貼られてるんですよ。生地が貼られてて、ここ刺繍で縫われてさ、なんかねヴィンテージのなんか古着屋に売ってるおしゃれ古いみたいなロゴが、非常にこう可愛くて、シャツの生地なんかな、あのストライプの、そんな感じがしますね。このマークが非常に可愛いっす。僕はサイズがね、店舗には S から L があって、一番でかい L サイズを買ってきました。着用こんな感じですね。僕の164cm58kg で、L で間違いないかなっていうサイズ感でございます。着丈が L サイズで 70cm あるんですが、リブが結構強いんで、70やってもこんな感じで、そこまでね不自然には感じないぐらいの長さでございます。非常に可愛いサイズ感ですね。でこのアイテム、裏はこのようにパイル地になっていて、生地もね割と薄いんで、SS に使えるスウェットやなって思いました。じゃあ着ていきます。はい、着用してみました。いかがでしょうか。167cm で身長持ってもた、こんな感じですね。めっちゃいい感じですね。着れてるんですよ。で僕は結構重いブラックの色を買ったんで、パンツはね白系で合わせてみたり、逆にこんな感じで、ブラックで合わせてもいいかなと思います。結構ねこうカジュアルな古着っぽいスウェットなんで、デニムとかねなんかいろいろ合わせて考えたけど、結果白パンかブラックが今のところ無難かなとは思いますね。で白パンの時はブラウンの靴を履いて、あとはこういうねサングラスなんかつけちゃっても雰囲気が出てねよりいいかもしれません。でブラックの時は黒のデニムに黒の革靴を合わせてですね、これもこれでいいかなと思います。僕は春のことを考えると白パンにブラウンの靴の方がおしゃれっぽい、おしゃれ黒とっぽく見えるかなと思ってそっちを気に入ってます。でこのアイテムの気に入ったポイントは、この間違いない可愛いロゴで、この絶妙なね結構大きめなサイズ感でございます。で L で着丈長いも合わせても、この絞りがリブがきついんで、こうねこんな感じでこう一回折ってくれるんで、そんなにね着丈長いって感じはしません。このスウェットの気に入らなかった点っていうか、ちょっと怖いポイントが1個ありまして、もう被ったらねもうすごいよ被ったらっていうか、街なんかでこう見てもねすぐ分かるやん、これユニクロ JW アンダーソンのやつやってすぐ分かるからさ、かぶりとかが怖い人はねもう絶対避けた方がいいアイテムだと思いました。僕はねかぶり気にしないし、全然ね何でもいいんで気にせえへんけど、かぶり気にする方は避けた方がねいいんかなと思ってます。で次はですね、今回購入を見送ったけど気になった商品がいくつかありまして、そのね買わんかった理由を話していきます。1個目、オーバーサイズシャツですね。これは S でも良かったんですけど、着丈が若干長かったんで、もうねこれは購入見送りました。シャツに関してはね、もうサイズ感が全体的に着丈長かったんで、着丈長いけど着丈短くしたら肩が狭いみたいなね感じで、全然こういい感じに切れへんかったんで購入を見送りました。でシューカットジーンズも僕は足が短かったんでサイズ合わなくて買わんかったです。はい、と女性用のカーゴジョガーパンツも良かったんですけど、ナイロン 100% のシャカシャカ感が強すぎて僕のファッションには合わんなと思って購入を見送りました。以上ね気になったアイテムで見送った理由でした。はい、まあね、このやっぱスウェットがね一番いいんでね、こんな感じやこんな感じでかっこよくね決めたい人はぜひね購入を検討してみてください。はい、今回はユニクロプラス JW アンダーソンのアイテムを1個買ってですねレビューしてきました。参考になったら高評価とチャンネル登録をお願いします。やっぱね僕は今164cm の低身長でファッションの発信をしてるんだけども、やっぱ低身長でさ悩みが多いやん、ファッションに関しても普段に関しても。でこのチャンネルではその悩みを解決していけるような動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。ではまたお会いしましょう。以上、アルベッテルチ。